切り付けとは、二つ目、行の太刀といわれる裏の型の一本目である。行の型から切り付けの型への上昇は、そのまま三隅の鐘の大事を体感するものだ。手足体すべての働きが一つに調和されて、初めて実際の知足に関係なく、その真の速さを五徳することができる。向こう掛けとは、四つ目の入りといい、極意の手合いとなっており、表の型七本の中で真ん中に収められている。力の絶対否定という世界観から、自身の体を新たに創造するためにこそ、型の世界が存在すると言える。奥光太刀の1本目で、第13代安治鉄心斎が分かりやすいようにと名付けた名称である。表の太刀の1本目によだれ透かしという極意の一手を流祖は収めたが、その奥の型となっている。足切りとは、表中立ちの4本目の型で、目付け型の変化である。西岸の構えというものは、各流各派、攻防に推移を凝らしたものだが、元来、硬い部に隙の生じやすいものである。その攻防についての理論を学ぶ一つの典型となっている。一足とは、腰の剣の変化の一本である。鳥の左腰の変化は、まさに剣術や居合術における鞘引きそのものとなっており、剣の速さに対応するためには受けも同じ理論を学ばなければ互角の稽古が成り立たない。
切り落としとは立ち合い型の一本目だが、足を使ってはならないという無足の法の教えに従うためには、よほどの強い意志がなければ新たな歩法を身につけることはできない。体を回さずに左肩からの左半身への変化が重要となる。